NTO NTO 朝やっぱり NTO 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 毎日食べたい NTO はい、ということで皆さんこんにちは、セイキン TV のセイキンです。日本人ならばね、皆さん NTO 食べてますよね。やっぱりね。そう、僕もね、NTO に関しましては、結構な頻度で食べてます。やっぱ NTO だよね。日本人ならばやっぱ NTO。ということで今日はこちら、じゃじゃん、究極の NTO。 そうです、 NTO とは納豆のことです。まあ、正確に言うと NATTO、 納豆。それを縮めて NTO。 しかも今回これね、究極の NTO、 アルティメイト納豆。はい、こちら発売されたばかりの新商品です。僕ね、結構前から予約してましたでね、やっと手元に届いたので、早速今日はね、これを使って究極の NTO 作っていきたいと思います。で、これどっかで似たようなものを見たことないですか？てか、セイキン TV 見てる方であれば、なんかどっかで見たよねって多分思ってると思うんですけど、そうなんです、実はね、これね、これ覚えてます？あの、究極の TKG 究極の TKG、 これは両方ともタカラトミーアーツさんなんですけど、この TKG は卵かけご飯の TKG なんですけど、これの納豆バージョンが出たんですよ。パッケージもまあ似てますけどねTKG のマシンはね、すごかったんです。あの、見てない方はね、あの、下の説明欄から動画をご覧いただければと思うんですけども、これね、すごかったんだよ。そう、このね、究極の TKG の方は卵の殻を割って、で、さらに黄身と白身を分けてくれて、で、白身がもうね、生クリームかのようにふわふわに仕上がるんです。そう、これがね、だからすごい良かったんで、今回この究極の NTO を期待していいんじゃないかなと思っています。で、まあ納豆だからね、何、どうなるのどうなるの、かき混ぜるしかないと思うんだけど、そのかき混ぜ方がなんか特殊なのかな。確かにね、まあ納豆っていうと、かき混ぜればかき混ぜるほど美味しくなるって言いますもんね。あの、箱にも書いてますね、大豆は混ぜるほどコクが増します。あー、ちゃんと味覚センターで分析って書いてあるんで、ちゃんとした研究の結果、混ぜた方が本当にコクが増すってことなんですね。よし、それでは究極の NTO 開けていきましょう。で、なんか部品が入ってる、究極の NTO。 意外とコンパクト、これが NTO。 はい、ご覧ください、このロゴ NTO、 かっこいいね。で、他にもね、いろいろ部品が入ってます。これを多分こう組み立ててハンドルとかつけるんだよね。いいね、こういうの久しぶりだね。はい、こんな感じで最初はね、部品が分かれてますね。これを組み立てる必要があります。説明書見ながらちょっとやってみますね。そもそもこれが外れるの、おお、ここにボタンがあるんで、おお、すごいすごい、カチッって開くのこれ。あ、いいねこれあー、いいねいいね。で、あー、これも外れんのか。あー、結構細かく分かれますね。洗うとき楽かもね、こういう風に分解できると。あ、すげえ、こんなんなってんだ。見てください、これギアになってるすごい。これ攪拌棒って書いてますね。これで混ぜるってことか。これをここにセットして、おお、なんかあれだね、箸をこう合わせたようなデザインですね。棒をつけたら、今度これですね、これと合体させるのかな。お、きた、 OK、 おお、すごい。あ、回る回る、はい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 、いいねいいねいいね。で、これがね、軸カバーって書いてあるんですね。で、こうしてこうかな、こういう感じで、それでもって一番上の部分にこのハンドルをセット。おお、あ、すごい、いいねいいね、来てますね。おお、なんかすごい動きしてるなこれ。なるほど。で、最後にこれと合体させれば、おお、できた。ここはまあ窓ありますよね。で、モードがね、2つあって、ここを開始に合わせると究極モード、これでやると今何パーセントまで来てますとか、ここで何やってくださいみたいな指示が出て、ベストな状態に仕上がるように誘導してくれるようですね。もう一個のモードが、はい、これこのマークなんですか。そうです、無限マークなんですけど、これはもうその名の通りで、無限に自分の好きなだけ回せるってことですね。これを好きな味を追求しようっていうことなんですけど、まあ今回はね、せっかく究極モードがあるんで、究極モードでやってみたいと思います。よーし、それではやっていきましょう。まあ今回はね、一番シンプルな納豆、まあ皆さんね、よく食べると思いますけど、これおかめ納豆ね、これ使ってやっていきます。納豆はね、僕ほんと大好きでね、毎日食べてますよ。まあ、健康にもいいしね。まあやり方はね、すごい簡単で、これ納豆入れて、あとは混ぜていくだけなんですけど、納豆入れます。これね、納豆1パック分専用ですって書いてありますね。はい、こんな感じ。あとはこの蓋を
はい、こんな感じでセットして、あとはもうこのハンドルをただひたすら回していくだけで、究極モードって最終的に424回回すことになるみたいなんですけど、なぜこう424回なのかっていうのは、まあ、それがベストなんだろうね、研究の結果。まあいろいろね、ここの窓で指示が出るみたいなんで、まああまり考えずやってみましょう。はい、それじゃあよーいスタート。はい、こんな感じでハンドルを回していくと。あーでもね、動き滑らかですね。で、下どうなってるかっていうと、はい、おお、すごい動きしてんな、これなんかすごい動きしてるよね、これ。え？ただなんかかき混ぜてるだけじゃないぞ、なんかホインって動きしてるよね、これ。なんじゃこりゃ。あー確かにこれはすごいかもしれない。いい動きしてるわこれ。で、これ一応回す方向はね、ここに矢印が書いてあるんで、この通りですね。お、なんてわかりやすいんだ。もうここが 30% になってます。今これで 30% まで来たってことは、あと 70%。 はい、まあこんな感じでね、ひたすら回していきます。この窓がついてるのはすごいわかりやすいですね。どう混ざってるかな。混ざってそうですね、なんかね。現在 50%、 思ってたより楽かもしれない。あ、すいません、ちょっと今逆だったんで見えなかったんだけど、こっちが開いた。なんてこった、勝手に開くのこれ。あーすごいねー君。ほら後ろの蓋がね、今何もしてないんですけど勝手に開いたんですよ。今ねメモリ見てなかったんですけど、メモリ見たらほら醤油ってなってる。今醤油入れろってことか、ここから。あ、そういうこと、すげー。醤油っていうか、まあ納豆のタレがついてるんで、タレ入れようかしたらね、ここで入れるんだね。確かにね、最初から入れない方がいいって言いますもんね。 OK、 今タレ入れました。で、今回シンプルにね、からしはなしでいきます。で、これで締めて、もう一回続きやればいいってことね。醤油の次は何が来るんだろうか。まあ、醤油の次はないかな、特に。おぉ、75% 75% ですね、そろそろ。おお、もうちょいか、もうちょいで完成。お、ご覧ください、後ろ側開きました。で、窓は究極になっている。説明書を見ると、最後にお好みでからしや薬味を加えて、軽くお箸で混ぜてお召し上がりくださいとのことです。はい、それでは開けてみます。はい、おー、あー確かにいい感じかもしれない。これが完璧な混ぜ方か。はい、そしたらね、こちらにご飯を用意しました。ご飯にかけて食べてみよう。よっと、うわー、うーわ、あーなんかいい見た目ですねこれ。確かに程よいって感じで、これに仕上げにですね、青ネギ用意したので、ネギを乗せてっと。はい、いかがでしょうか、いかがでしょうか。これで究極の NT オンの完成です。ありがとう。確かに見た目美味しそうですね。絶妙な泡立ち加減。それではいただきます。さあどうかな。あ、いい伸びですよ、いい伸びですよ。うん、おいしい、うまっ、なんか滑らかだな、なんかね、すごい、なんだろう、舌触りが滑らかな感じがしますね。うん、おいしい。まあ当然ね、納豆は納豆なんで、劇的に味がめちゃくちゃ違うかって言われたらそんなことはないんですけど、確かにね、混ざり具合が素晴らしい感じがしますね。いつもこんなにかき混ぜないもんね、絶対。うん、うん、確かにいつもより美味しい気がする。これ混ぜる回数とかかなり研究したんでしょうね。はーい、ということなんですが、まだ終わりません。っていうのもですね、これね、最初にお見せしましたけど、究極の TKG、 このマシンもせっかく僕持ってるんで、まあやるしかないよね。究極の TKGNTO を作りやりましょう。 TKGNTO、 この組み合わせを作ってしまったら、もうこれは最強ではないですか。要はですね、まあ、この NTO で、もう一回、納豆を作って
てプラスその上にこの究極の TKG で作った卵を乗せる。これ間違いなく美味しいはずです。それでは行きましょう。よし、じゃあまずは、納豆から作ります。さあここからは究極の TKG 作ります。これに関してはですね、まあ冒頭でも言いましたけど、前に動画でやってるので特に説明しないですけどやります。やった、卵セット完了。ロック確認、チョップボタン OK、 ロック解除、ゴーゴー、よーし OK。 いいね、さすが、久々ですけど素晴らしいよ TKG。よし、いいねいいね。ここから黄身と白身に分けて白身のみを攪拌します。スタート。さあ、いってらっしゃい。いいねいいね、よし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 、完璧。これはほんとすごいね。今もう上はね黄身しか残ってないです。下が白身になってます。はい、白身もいい感じですね。さあ、それでは盛り付けましょう。まずは攪拌した納豆を盛り付け。いいね、いいですね。で、真ん中にちょっとこうね、くぼみとか作っといたらいいかな。はい、ここにまず白身を乗せます。ふわふわこんなにふわふわになんないから、普通結構短時間でこれだからね。さらに真ん中に黄身を乗せろ。そしたらばネギですね。ネギを周りにたっぷりと乗せていきます。よし。で、これはごまですね。ごま、ごまを周りに。これはなんとなく思いつきです。で、青ネギですね。最後の仕上げに海苔を少し。これが究極の TKGNTO。それでは、いただきます。見た目はもうめちゃくちゃ美味しそうですけどね。ちょっとこう卵の黄身を崩しながら納豆と混ぜて、ネギも一緒にいただきましょう。日本に生まれてよかった、日本最高。めちゃくちゃ美味しいですよね、シンプルだけど。またネギが合うんですよこれが。うん、うまっ、トロトロ、ふわふわ、これはすごいわ。これ組み合わせたらもう最強ですね。口当たりがすごくいいです。納豆もすごく滑らかだし、その上にふわふわのこの卵を乗せることによって非常に素晴らしいです、これは。で、味も言うことなく美味しいです。これ毎朝食べたい、究極の TKGNTO 間違いありません。はーい、ということで本日は究極の TKGNTO 作り挑戦してみたんですが、まさに究極でした。食感って大事ですね。このかき混ぜ方とかき混ぜる回数、これ非常に重要なんだなってことを改めて認識いたしました。いや、非常にユニークな商品でしたね。それではまた次回の製品 TV でお会いしましょう。 See you next time。